ちょっと下がれ。てめえ止まれ。早く出せよ。やめてください。お金さっきので全額なんです。そこは適当に合わせてさ。うわ、やっぱりイタリアさんは違うな。おお、いらっしゃいませ。どうせあい、それで遺伝子の提供者。なるほど。あ、いいのいいの、気にしないで。そんな簡単に解決する問題じゃないですから。やっぱり難しいですよね。どうだ。なしじゃないと思いますけど。そうなんだ、キリュウさん詳しいんですね。わかりました。今度友達にも話してみます。こんなに真剣に相談に。この前、仕事上がりにお店の子に誘われて初めてホストに行ってみたんですよ。おお。
の。キャバ嬢でホストに入れ込んでるって子結構、それがもう最悪。なんかキャバ嬢みたいなメイクして。ちょっと待て。ないない、女の子だから可愛いんであって、男が化粧なんかするなって感じ。どうだ？え？おかまはおかまでしょ？ノープロブレムです。おかまの人は男性の悩み。なるほど。自分に正直って言うんですかね。私。キリュウさん、なんだ？最近付き合いで食事することも。このままだとドレスが着られなくなるかも。そうだな。運動？ああダメダメ、私運動はダメなんですよ。え、マジですか？キリュウさんがそっち系だったとは。そういう…でも太ったキャバ嬢なんて嫌じゃないですか？どうだ？素敵な感じですね。お客さんがみんな切る…いや…ありがとうございます。キリュウさん、
おお。おお。あっちの店も見てみる。いらっしゃいませ。ありがとうございます。後悔するな。いらっしゃいませ。さんって好きになった相手には自分からガンガン押していくタイプですか？またまたそんなクールぶっちゃって。おいおい。じゃあ例えばの話で、超タイプの女の子が目の前にいたら自分から声をかけますか？そんな直球で攻められたら女の子の心絶対揺らいじゃいますよ。私はそっち、玉砕するのが怖くて絶対自分からはいけないの。だから素振りだけ見せて気づいてくれるかなって待ってるんだけど、これがなかなか成功率低くて。
ですよね。だからそのギリギリのラインでさ、はあ、どうしたらいいのかな。ひょっとして。え、いや、気になるってほどじゃないんですけど。そうだな。そう思います。ああ、そっか。じゃあもうちょっとだけ勇気出して攻めてみようかな。キャバってお給料いいじゃないですか。そうなったらピンチです。こんないい職場経験しちゃ、今のうちにできるだけ稼いで。何？今流行ってるんですよ、一眼レフ。写メよりもよっぽど綺麗だし、こだわりがある。でもなかなかお金がたまらなくて全然買えないんですよね。それが最近金銭感覚が麻痺してきちゃって、ちょっとの距離でもタクシー使って。こんなんじゃいつまで経ってもカメラ買えないよ。得してるのかな。そうだな。歩かなくなってからちょっと体が楽になりましたし、深夜に慌てて返却に行くこともなくなりました。どうだ。そっか、キリュウさんいいこと言いますね。それじゃあこれからもお金があるときはじゃんじゃん使っていこうかな。それにお金が苦しくなってきたらきっとキリュウさんが助けてくれるだろうし。おいおい、女の子同士でおしゃべりしてるとご飯屋さんの話題が多いんですよ。おすすめされたお店に実際行ってみるとすっごい良くて。なんだ。そうなのかな。美味しいお店一つ知ってたらそれで十分っていうか、わざわざ他のお店に行く理由がないと思うんです。だから同じお店にばっかり何度も通っちゃって、いつまで経ってもレパートリーが。そうだな。とはいえそういう失敗も含めていろんなお店に行ってみようと思うんですよ。どういうところがいいのかな。どうだ。男の人ってほんとラーメンが好きですよね。スープの味がなんとか系って言われても何のことか。ちそうだな。それいいかも。店に入るのに勇気がいるってだけで食べたいって思ってる子は結構いるんですよね。本当ですか。実は行ってみたいお店があるんですよ。キリュウさんが一緒なら私も安心して入れます。いや、ありがとうございます。キリュウさん。
てね。どうです、ちょっと遊んでから帰りたいですよね。いらっしゃいませ。
え？